はい、どんちゃー、ササヤンです。なんともニュースを続いていきましょう。今日前半の題は、福島みそがまた風評被害をやらかしてしまいまして、秋田県が品種改良した秋田小町 R というお米を危険だぞと言っちゃってですね、それが元で大炎上してる話題と、後半はドイツが人手不足を解消するために今後はロボットを積極的に導入していくと、おいおい、それは本来日本がやるべき話じゃんということで、ドイツと日本を比較しながら未来予測をやっていきます。僕の喋りを聞いて目のつけた方がいいねと思う方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは福島みずほがやらかしちゃった話題の方から、ことの発端は11月9日、福島みずほが自身のツイッターでこのように、消費者の権利を守りたい、ハッシュタグ放射線育種米秋田小町 R カドミウム汚染と投稿しまして、まあでも彼女が動いた時はだいたいその反対側につくのがですね、世の中的には正しいもんですからね。でちょっとその下にあるポスターの文章を読み込んでみますと、2025年より秋田県で生産されるお米は全てカドミウム汚染対策として開発された放射線育種米の秋田小町 R に切り替わります。県曰く、風評被害になる可能性を避けるために汚染地域だけでなく県内すべて切り替えるとのこと。表示義務がないので消費者からは分かりません、生産者をも置き去りにした放射線育種米への転換は秋田県以外にも広がる可能性がありますということでございまして、もうのっけから間違った情報を、ね、書いてるんだよね。福島さん大丈夫ですかってね、僕は指摘していきたいんですけども、まず秋田県で生産するお米はすべて秋田小町 R に切り替わるって書いてあるんですけども、そもそも秋田小町は秋田県内でシェア8割程度の作付け面積なんでね、秋田県で生産されるお米が 100% 秋田小町 R になるというのはこれはね間違いですよ、2割はですね笹錦だとかコシヒカリってね、そういった品種が該当するわけですから、それはもう従来通りまたね生産続けていくわけですからね。実際だから、その8割のね秋田小町が全量秋田小町 R に置き換わるということなんですよ。まあこの辺はですね、表現の間違いで済むだけかもしれませんけれども、問題なのはですね、福島みずほのツイッターにカドミウム汚染って書いてある部分ですよね。なんかそういう風に書いてると秋田小町 R はですねカドミウム含んでるのかってね、皆さんそう思っちゃうじゃないですか。でもそれは全くの正反対で、カドミウム汚染をなりにくくした品種が秋田小町 R なんでね、もう福島さんのあの短い投稿文でさえ印象操作を含んでおります。あと秋田小町 R を販売するときに放射線育種米の表示をしないのは消費者保護の観点からいかがなものか的なことをですね、ここでは言っているんですけども、実は日本にはですね、黎明、秋光、絹光、灰抜き、夢明かり、深山錦などなどですね、まあ他にもいろいろあるんですけども、こういったお米らが実はすでに放射線育種米として市場に出回っていますんでね、じゃあこれらを販売するときにその米袋にこれは放射線育種米ですというふうな表記があるのか、そんなことをしてないですよね。こういったことから秋田小町 R だけをですね、放射線ガーッと叩いちゃうのはどうなんでしょうかと僕は思います。それにこれはお米だけではありません。例えばですけども、大豆のライデン、それから梨のゴールド20世紀などはですね、これも放射線育種の一つなので、じゃあこの大豆や梨を売るときにですね、放射線育種の梨です、果物です、作物ですって書いてあります？絶対書いてないと思いますよ。ですから秋田小町 R を叩くのであればですね、全部放射線育種に網をかけて叩かないといけないということですよね、それから間違いはまだまだございまして、秋田小町を生産する全農家にこれ強制されるということではなくてですね、秋田県側から、供給されている種場苗が全量秋田小町 R に切り替わるだけなので、種から苗からね、自家栽培で全部育てていく分にはですね、通常の秋田小町今後も作ることが可能ですし、他県の種場から通常の秋田小町をですね、秋田小町は別に秋田だけの商品じゃありませんからね、例えば宮城県の方から秋田小町の苗を仕入れることが可能であれば、まあこれ秋田県内でもですね、引き続き通常の秋田小町は栽培可能ですっていう風な感じで、もう本題に入る前から、まだ本題喋ってませんよ、本題に入る前からこれだけ訂正が入ってるんですから、この騒動の結末もね、大体イメージできるかと思います。でやっと本題の部分なんですが、じゃあその危なそうな名前のねお米、放射線育種米って何かっていう話なんですけども、今回のケースで言うとコシヒカリの種子にですね、一度だけ放射線を当てて突然変異を起こさせたコシヒカリ缶1号
これが問題の焦点となってきます。コシヒカリ缶1号はカドミウムを吸収しづらいのが特徴で、このコシヒカリ缶1号と秋田小町を交配して作ったのが先ほどから述べている秋田小町 R でございます。まあ、親の、ね、血を引き継いで秋田小町 R も当然カドミウムに吸収しづらい体制がついていると。じゃあなんでカドミウム体制を強くしたいのか、秋田の田んぼがですね、全てカドミウムで汚染されているのか、いやいやそんな話ではなくてですね、これ県のホームページの説明によると、日本国内における米のカドミウム基準値が 0.4ppm であるのに対して、海外ではより厳しい基準が設定されており、それに合わせて国内基準が見直されても対応できるようにするためというふうに書いてあります。日本の食の安全基準を海外と全て、ね、統一することなど僕は別に不要だと思っていますが、その一方でお米を海外に出荷する際に相手国の安全基準を満たしていくというのはですね、これもあってしかるべき話なので、だから秋田県がですね、海外出荷を念頭に置いて、ね、戦略的に考えているのであれば、まあなるほどねとは思います。それからもう一つ、どっちかというとこっちの方がより重要な話になってくるんですけども、田んぼに水をちゃんと張っておかないと稲はカドミウムの吸収が強まる傾向があるそうでして、僕もこれねちょっと初めて知ったんですけども、で今年の夏なんかもうすごくひどかったんですけども、まあ雨が降らなすぎてね、干ばつみたいになっちゃってですよ、田んぼの水を張るどころか、もう田んぼの表面が地割れしていってね、今年米農家は水不足に大変悩みました。でそうなってくると、さっき言ったカドミウムが吸収されやすくなってくるんだと。であるならまあ秋田小町 R っていうのを植えてですね、水不足でも安全に育つお米を作る方が結果的に消費者を守ることにもなりますよねっていうのがですね、秋田県側の考え方です。ですから福島さんは秋田小町 R は放射線を当てたお米だと、まあそういった叩くのはねいいけれども、じゃあカドミウム対策どうするんですかという対案を出さなければいけません。それからついでに品種改良の大元となった放射線育種米コシヒカリ缶1号、こいつはどうなんだってことなんですけども、これはですね、放射線をコシヒカリに当ててですね、突然変異を起こさせてるのでね、そんな風に聞いちゃうとムムムムってなっちゃうじゃないですか。ですけれども、先ほど言った通り一例を挙げればですね、レイメイというお米がこれとほぼ同じやり方で1966年に品種改良で誕生しております。でもうそこから50年以上経ってるわけですけども、別にそれを食べてね、人間が健康を害したって話は出ていませんし、青森県にレイメイってお酒があるんですけども、あれなんかもろですね、もうレイメイというお米で作られてるお酒なんで、だからレイメイなんですけども、じゃあそのレイメイとお酒を飲んだ方がですね、健康を害したのか、そんなことは起きていないわけでして、福島みずほはこれに対してもですね、ちゃんと答えていかなければいけませんよ。このようにですね、放射線を当てて品種改良した食物はいくらでもありますからね、それが危険だというのであれば、じゃあ市場に出回っている他の放射線育種米や果物作物と秋田小町 R は一体何が違うのか、もしくはそもそも放射線育種と呼ばれているものは全部ダメなのか、それを科学的に立証しないとこれはもう風評被害になると思います。そういえばこれについては令和も噛みついているようですけれども、その令和は処理水の時もですね、こんなロジックを使っておりました。本当に安全かどうかは時間が経ってみないとわからない。それを今安全と言っていいのか、すげえね、まっとうなことを言ってる風に聞こえますが、そういうことであれば、じゃあレイメイというお米は作られてからもう50年以上経ってますけどもね、じゃあ、その危険性はどうなってるのか、安全なのかそうではないのか、お前らが調べろって話ですし、震災直後ですね、福島の米はもう食べられないと言ってましたけども、あれから12年経ちましたけどもね、福島の米って食べられませんか。そういう危機感を煽る風評被害を山本太郎は得意としてるので、令和の皆さん気をつけてくださいね。あ、今日はね、福島みずほの話だったわ。批判するのは結構なんですけども、科学的なデータもなく想像で言っちゃうのは風評被害ですからね、福島さんはエビデンスをもう少しちゃんとしましょう。さてお次は人手不足に悩む日本もこうしなきゃならんじゃねえのという話を、ロイターより見出しがですね、団塊の世代退職で人手不足、ロボット導入急ぐドイツ中小企業ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。深刻な人手不足に悩むドイツでは、危険で手を汚す仕事を引ける人はほとんどいない。 S&D ブレヒはベテラン従業員の後継者にロボットを起用する方針だ。ドイツの統計では6月の未充足求人は約170万人、商工会議所によれば半数以上の企業が欠員補充に苦心しており、欧州最大の経済大国であるドイツで推定年間1000億ユーロ、これは日本円にして約15兆円ですけどもね、その成長が失われているという、マジ
嘘でしょ。15兆円も経済性をロスしていただなんて、日本も今は人手不足ですからね、同じような規模でロスしてるということなんでしょうかね。これはさすがにやばいでんと。で、S&D ブレキのヘニング・シュレーダー氏は、同社がここ数年、自動化とデジタル化を推進している理由として、こうした人手不足の深刻化を挙げていた。退職者の経験値が高かったからというだけでなく、こういう辛い仕事はもう誰もやりたがらないと語った。この会社では、機械による検索加工で高熱と騒音が伴い、飛び散る火花による危険もある。確かにそのような職場にはなかなか人は集まらないでしょうねと。で、ドイツでは働く女性の増加と移民の急増が近年の人口構成を補ってきたが、しかし、ベビーブーム世代が引退する中、若い世代は出生率の低下によりはるかに少なくなってきている。ドイツ連邦雇用庁では、労働人口は2035年までに今よりも700万人減少すると予測している。ドイツも日本も似たか寄ったか、ベビーブーマーの引退とともに労働不足に悩まされております。ただ、この人口減少をどうやって乗り切るか、このアプローチ、日本とドイツでは随分違うっぽいようですねと。で、人事関連サービスを提供する ADP のチーフエコノミスト、ネラ・リチャードソン氏は、ロボット工学から AI に至るまで高度な自動化技術の影響が広がっていくだろうと語る。そしてさらに、長期的にはこうした技術革新全般が労働の世界におけるゲームチェンジャーになる。あらゆる人の働き方が変わっていくと述べた。ドイツのロボット市場の規模はすでに世界で4番目、欧州では最大となってきている。はいはい、ストップストップです。ここが今回の最大のミソだと僕思うんですけども、ドイツはロボット市場においては欧州最大だけれども、その規模は現在世界第4位。じゃあロボット市場の1位はというとですね、現在中国が1位なんですけども、まああそこは国土も人口も多いんでね、まあほっとくとして、じゃあ我が国日本は何位なのかというと、これ日本はですね、世界第2位なんですよ。米国よりも上なんですね。米国は3位なんでね。産業用ロボットについては日本は今でもトップクラス、強い産業が自前であるわけですから、これを日本の人口減少対策につかない手はないって僕はいつもそう思っているんですよと。で、国際ロボット連盟によると、昨年ドイツで導入されたロボットは約2万6000台だ。ファナックジャーマニーでマネージングディレクターを務めているラルフ・ウィンケルマン氏は、ロボットは人手不足で将来を危ぶまれていた企業の生き残りを可能にしたと語る。はいはい、またまたストップです。昨年ドイツが導入したロボットは約2万6000台だと。じゃあ日本はどうかというと、日本は昨年国内で5万台を導入してます。ドイツに対してほぼダブルスコア。もちろんですね、ロボット製造メーカーが日本にたくさんあるというのも一つのポイントだと思いますけども、言い換えればそれこそが日本のお家芸ということですよ。だからこそここで作られたノウハウを使って、人手が足りない業種についてはそれこそ異次元の補助金でも大事ですね。ガン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 自動化して少人数化を図っていこうよっていうのがですね、僕がいつも提唱しているサイバージャパン構想なんですけどもねと。で、また記事に戻って、自動化普及の背景にはロボット操作が簡単になり、プログラミングのスキルを必要としなくなったことがある。従業員20名から100名の企業をターゲットにしているシェルパロボティクスの共同創業者フロリアン・アンドル氏によると、ほとんどのロボットはスマートフォンのようなタッチパネルが備わっているという。この辺はもう車のナビと一緒でして、スマートフォンの普及によってタッチパネルの価格が下がり、操作性も改善されて、操作に詳しくない人でもですね、より感覚的に、より直感的にロボットを操作できるようになったっていうのは、ロボット市場が拡大するのに非常に大きいと思いますと。で、ローレック社は2022年に初めて自動化に踏み切ったのは、受注残が多すぎて従業員が残業や休日出勤を迫られていたからだという。我が社が初めてロボットを導入するには良いタイミングだった。ロボットは競争相手ではなく助っ人だと考えたからだ。またドイツ最大の労働組合である IG メタルは、ロボットは手軽なコスト削減策というよりも労働をより健康的に、より安全にする可能性があると述べた。またトラックとバスを製造するダイムラートラックは本格的なロボットを活用するが、そこで特に目指しているのは重量物の運搬、その他労働者に負担をかける作業を支援することだ。とはいえ、人間よりも柔軟な存在は他にはいないと、ダイムラートラックの労使協議会のミハイル・プレヒト代表は言う。生産が複雑化、細分化するほどロボットの活用は難しくなる。おしまい。ということで、この記事長文につきところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要欄からご覧ください。最後の方の下りでですね、ローレック社がロボットの導入は競争相手ではなく助っ人だと思えたと言ってましたけれども、まさしくこのマインドを持てるかどうかが日本の課題だと思っています。なんかロボットを導入すると職場がね、ロボットに奪われちゃうだとかね、今の仕事がより複雑化するってね、方がそういった発言をする方が結構いらっしゃいますけども、自分の仕事をね、支援してくれるっていう風に考え方切り替えないといけません
んよね。でこの記事読んでやっぱりなと思ったのが、ドイツは今難民が流入してきててね、これでまあ国家が成り立たんよということで、最近はその受け入れを制限していると言いながらですよ、言いながら先ほどの通り人手不足は起きている。ならその移民難民を雇えばいいじゃんってね、皆さんそう思うじゃないですか。でもそうしないんですよ。それはなぜか、そこはやっぱり教養のベース部分だとか言語の問題があるんでね、ドイツ人のようにはいかないんだと。そういう人たちにだから言語レベルからですね、一からも教えていくよりもロボットを導入した方が早くて効率的ってことで、それをねドイツは今証明してくれてるんですよ。ところが今の日本はどうかというと、人手不足を補うために特定技能の名のもとに今よりももっと外国人を連れてこようとしてますよ。10年後日本とドイツどっちの国が生産性上げてますか？1人当たりの生産性は1人当たりの稼ぐ力、1人当たりの稼ぐ力というのは1人当たりの給与ですよ。もう言わなくても分かりますよね。人手不足をロボットで補う方がはるかに生産性が上がり、国民は稼げるようになるんですよ。でも直近岸田政権の動きを見てると、10年後の日本が豊かになるかどうかはとりあえず置いといて、今目の前にある人手不足を安易な方法で解決しようとしております。ドイツもそこそこ失敗してる国ではあるんですけどね、最近はね。でも同じ悩みを抱える国として、人口減少、人手不足、これらの解決方法として、ドイツは移民をね積極活用するんじゃなくて、ロボットの方を活用していくという部分に僕的にはちょっとね納得できる部分があったんで、皆さんにもご紹介いたしました。さて今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりのだけで締めたいと思います。ドイツとかけまして帰り際の挨拶届きます。その心はジャーニーそういえば秋田小町 R ってなんか名前があれですよね、日産 GTR とかホンダのタイプ R みたいなね、非常に速そうな名前なんですけども、すいませんいじっておいたらですけどもね、その秋田小町 R の語尾の R が何を意味してるかについてはまだ調べきれておりません。なのでもしよかったらね、秋田小町 R、 この R の意味が何か分かってる方いらっしゃったらですね、このコメ欄で教えてください。ということで本日ももしよかったらためになっておいてくださいね。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。